ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおー。リンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1978年昭和53年に放映のテレビアニメの、銀河鉄道39を解説したいと思います。こちらも松本零士さんの SF 漫画が原作となるぜ。知らない人はいないのでは？と思われる銀河鉄道39ですが、内容までは、という人の方が多いのでは？今回の解説で、より思い出すかもだぜ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。銀河鉄道39。こちらが正真正銘の松本零士作品だぜ。銀河鉄道39。松本零士作、日本のアニメ黎明期に子供だけでなく、大人までも虜にした不朽の名作、銀河鉄道39。今見ても全く古さを感じさせないこの作品は、フジテレビ系で、1978年9月14日から、1981年3月26日まで、全113話、プラステレビスペシャル3話が放送され、最高視聴率はなんと 22.8% を記録したお化けアニメで、劇場版でも3回放映、東映では配給収入の目標を10億円としていましたが、結果はそれを上回る16億5千万円と、アニメ映画史上初の快挙を成し遂げているぜ。また、この作品ではゴダイゴというバンドが同タイトル、銀河鉄道39というテーマ曲で大ヒットし、今でも大人から子供まで誰もが知る、歴史に残る名曲として親しまれているわ。もともとは1977年から1981年にかけて、少年画放射少年キングにて、同誌の看板作品として連載された銀河鉄道39ですが、その人気ぶりに、連載中にテレビアニメ化されたぜ。アニメ化にあたっては様々な工夫がなされたわ。チーフディレクター西澤信孝がこだわったのは、旅をする鉄道の内面をどう表現するかであったわ。1、意図的に色調を全体的に暗くすることで、鉄道が訪れる惑星で直面する、様々な出来事に対し、悩みや疑問を抱く鉄道の心理を表現。2、鉄道への感情移入を視聴者に促す演出として、宇宙戦艦ヤマトにも見られた女性スキャットの挿入、叙情的なバイオリンの音楽を多用。3、センチメンタル、ノスタルジックな情感を視聴者に与えるため、惑星や人々との別れの様子を、尺を長く使って細かく描写。特に各話終盤における、39が発射した直後の車内にいる、鉄道らと惑星に残された人々の表情や感情を、時にオーバーレイや声優によるモノローグなどを駆使して、それぞれ丁寧に描いているぜ。4、ナレーター高木仁志によるエンディングでの朗読。その時間に1分取ることで作品を締め、話を盛り上げ、幻想的な雰囲気作りを行ったわ。またエンディングは、このナレーションに加え、先ほどの3要素も合わさることで、相乗効果を生んでいるわ。そのストーリーの多くは、他の漫画原作アニメ同様に、原作をトレースするスタイルで、原作のストックが尽きた際には、別の松本短編作品をアレンジした、アニメオリジナルエピソードなども盛り込まれたぜ。低年齢視聴者への配慮として過激なセリフ回しを抑えたり、例としては、原作では鉄郎が母の仇討ちの後に、機械化人たちへの憎しみから、地球の機械人間どもを皆殺しにしてやる、と発言していますが、テレビアニメではカットされてるわ。この他17億6500万人のルンペン星では、作中のゲストキャラクターが、人を殺してでも生き抜いて、といったセリフを口にしていますが、74話で映像化した際にはこうした問題のある表現はカットされているぜ。ただし、TV 版 C62 の反乱では、制圧した強盗に鉄郎が、死の恐怖に怯えているがよい、と過激なセリフを喋っている結末を変更した作品もあるわ。心優しき花の都は連作では、鉄郎の説得も虚しく悲劇的な結末になっているが、アニメでは全く正反対の結末になる。ただし、その過程で鉄郎が銃で菅研を脅迫するシーンが入る。また、作中のヒロインメーテルのヌードシーンなどを一部カットする一方で、原作よりも過激で暴力的な表現も多々見られたわ。具体例としては、ミー君の思い出の館では、動物虐待のシーンが追加され、卑怯者の長老帝国では敵役が泣きながら命乞いをしていても、鉄道管理局の武装列車は構わずに、惑星上を無差別攻撃した挙句に惑星を破壊し、原作でも惑星が破壊されたが、39号が出発した直後に惑星が爆発する表現になっている。沈黙の聖地では、アドルフ・ヒトラーのイラストと、ナチスのマークが登場し、フライング黒では、飛行する機械か猫の大群を、惑星の軍隊が、毒ガスで虐殺している、など。また、文化庁推薦のアニメでありながら10歳の鉄郎が飲酒を行うシーン。
時間女の海賊、ほか、があるなど、教育上、問題のある場面もあるわ。もっともこの当時はアニメの表現への意識がそれほど厳しくなく、未成年飲酒や未成年喫煙のシーンは珍しくなかった。なおテレビアニメ版の最終回は漫画版終了前の放送であったため、原作の結末とも映画版の結末とも違う独自の展開となっていますが、終着駅の消滅と、それに伴うプロメシウムの死、メーテルとの別離という基本的な流れは、踏襲されているぜ。次回予告を車掌役の肝付き金田が行い、最後に、次回の銀河鉄道999は、次回タイトル、に止まります。で締めることが定番であったわ。例外として、新番組予告の際には、タイトル、は、いよいよ出発進行。で、最終回予告の際には、タイトル、に到着します。で、それぞれ締められているぜ。また、最終話、第113話のみ、冒頭で表示されるサブタイトルの読み上げも行っているわ。スポンサーのポピー、ゲンプレックス、からは関連商品として、39号に加えて、31号から、38号までの、ダイキャストのおもちゃが発売されて、オープニングアニメやアイキャッチなどに登場しましたが、売り上げは今一つだったとされるぜ。ストーリー。39号が発着する地球メガロポリスステーションを中心とした、超近代的な大都会の金持ちたちは、規則的怪人間の体を買い、千年の寿命を得ましたが、全く対照的にスラム化したダウンタウンに住む星野哲郎など、貧しい人たちはそれもできず、次々と殺されていくだけだったわ。機械の体をタダでくれる星がある噂を聞いて、お母さんと共にメガロポリス駅に向かう途中、機械伯爵一団に襲われお母さんを失うぜ。そしてさまよい、雪の中動けなくなり、死を覚悟して気を失ってたところを、母そっくりな謎の女性メーテルに救われ、事情を知ったメーテルから銀河鉄道999のパスを、一緒に連れて行ってくれることを条件に譲り受けるわ。そして、メーテルから近くに機械伯爵が住んでいて、宴をしていることを聞き、一人銃を片手に機械伯爵の館に向かい復讐を果たすぜ。そして鉄郎はメーテルと共に、銀河鉄道999号に乗って旅に出るわ。いくつかの星の停車駅では様々なドラマがあり、鉄郎は旅の経験と共にたくましくなっていくぜ。39号は、ブラックホールが隣接する終着駅、惑星プロメシウムに到着するわ。鉄郎は、母と約束した機械の体がタダでもらえる星に、ついに到着しましたが、まだ、生身の体か機械の体かの選択を決めかねていたぜ。駅に到着すると、機械の体のガイド役の未来が迎えに来ており、機械の体になるかどうかは、到着後24時間以内に決める、ルールと説明されたわ。説明を聞いたメーテルはその決断を一人で決めるように伝え、別行動を取る一方鉄郎は、未来と共に機械都市を訪問するぜ。しかしそこには、永遠の命を得たことで機械人たちが堕落したり、退屈な人生を嘆き、自殺する様子を目撃することになり、と同時に、自殺者が死ぬ寸前に、メーテルの正体を聞くこととなり、機械の体を得るかどうか、鉄郎はさらに自問自答を行うわ。その頃メーテルは、母であるプロメシウムへ帰ってきた報告を行うと同時に、自身を偽る悲痛な旅だったことも伝えるぜ。また、自分を裏切り行方不明となっていたメーテルの父ドクターバンが、ペンダントとなってしまった姿を、メーテルが見せると、プロメシウムはその愚かさにあざけり笑うのでした。一方、メーテルがプロメシウムの娘であることを知っていることに加え、メーテルの旅の目的が機械帝国を支える機械の一部を探す、ことも聞いた鉄郎は、メーテルを探すぜ。また機械化人の悲惨な現実及び、命の尊さを理解した鉄郎は、機械化人になることを拒否することにしたわ。女王プロメシウムの命令に逆らった、反逆者とみなされ、連行されるぜ。さらに、反逆罪として39号と共にブラックホールへ送り込まれ、永遠に消去されることになったわ。メーテルは、ペンダントの父に言われるまま、惑星の中心部に行き、ペンダントを投げ入れ惑星を破壊しようとします。しかしどうしてもできず、女王に捕らえられ、留置場に監禁されてしまうぜ。その頃、鉄郎を乗せた39号は、プロメシウムが出した、特別命令により出発しますが、宇宙に出ると誘導ビームによってブラックホールへ引き寄せられていき、ピンチに陥るわ。そのことを知ったメーテルは、留置所から脱出して、誘導ビームのコントロール室へ侵入し、誘導ビームを解除するぜ。ようやく動けるようになり、機械帝国へ戻った鉄郎ですが、機械の体を鉄郎に選択させることができず任務に失敗したことで、自殺しようとする未来を見かけたため、説得し自殺をやめさせていると、そこにメーテルが現れるわ。そして、メーテルが惑星を破壊するためにはペンダントが必要と話すと、未来は率先して、プロメシウムからペンダントを奪い取り、鉄郎に渡しますが、その際打たれた傷が元で死んでしまうぜ。メーテルはその悲しみに耐え、惑星の中心部へ向かい、
ペンダントを投げようとしますが、プロネシウムが現れ、メーテルからペンダントを取り戻そうとするわ。二人が揉み合う中、鉄郎による戦士の銃の一撃で、ペンダントは惑星の中心部へ落ちていくぜ。すると突然、惑星に異変が生じると同時にあちこちで爆発が始まり、プロネシウムは、爆発に巻き込まれ弾幕魔の声を上げ、あっけなく消滅するのでした。さらに、爆発が惑星全体へ拡大していく中、鉄郎とメーテルは、39号に飛び乗りなんとか崩壊する惑星を脱出しますが、愛する父と母を亡くしてしまったメーテルは、泣き崩れるぜ。場面が変わり、無事惑星コウモリの駅に到着し列車が修理され、ふるさと地球へ帰ろうとする鉄郎がそこにいたわ。希望あふれる鉄郎の姿を見たメーテルは安心し、鉄郎に突然キスをした後、39号で待つように伝えるぜ。キスされた鉄郎は何が起こったかわからないまま座席に戻ると、メーテルからの別れの手紙を発見するわ。驚く鉄郎ですがホームに目をやると、反対側に停車していた。もう一本の列車に、少年と乗車しているメーテルを見つけるぜ。そして、汽笛が鳴り2本の列車が同時にゆっくりと発車し、異なる方向となる目的地へ向かう中、鉄郎とメーテルは、涙目でお互いを見つめ合いながらも最後は、鉄郎が笑顔で別れを告げるシーンで番組が終了するぜ。再放送。本放送終了後はフジテレビで再放送が数回行われた後、1993年末には、日本テレビにおいて、3日連続で、歳末波動砲、松本零士スペシャル、と銘打ち、OVA、ザ・コクピット、とともに、永遠の旅人エメラルダス、を除くテレビスペシャル2本が放送されたぜ。1996年には同局にて4月から9月にかけ、テレビシリーズの再放送も行われているわ。時間帯はとも26時台。このほか、BS 富士、NHK 衛星第2テレビジョン、2010年8月などでも再放送が行われたぜ。2015年2月からフジテレビプーにて再び放送されて、2016年にはテレ朝チャンネル2でデジタルリマスター版の再放送を開始したほか、 TVK でも2020年7月5日から再放送が開始されたわ。2008年9月よりアニマックスで放送が開始された際には、放送中の CM で銀河鉄道39クイズと題し、車掌役の肝付兼太によるナレーションで本作を収録した DVD や、その他関連商品が当たるプレゼントクイズが行われたほか、アニマックス主催により、ミス銀河鉄道39、あなたの選ぶメーテルと称してメーテルに似た女性を募集するコンテストも開かれたぜ。審査委員長は原作者の松本が務め、グランプリには元チェキッ娘の藤岡あさみが選ばれたわ。2009年には15歳未満の男子を対象として、アニマックス主催で鉄郎そっくりの少年を募集するコンテスト、銀河鉄道39、あなたの選ぶ鉄郎も開かれたぜ。北海道では、テレビ北海道開局に伴い、1990年代末から2000年初めにかけて19時30分から放映されていた時期があるわ。劇場版との相違。凛太郎監督作品である劇場版アニメが冒険活劇、青春ものの作品としてまとまっているのに比べると、原作からのトレースが多いこのテレビアニメ版は、男女間の恋愛や家族愛による人間同士のつながりと、その反面として人間、多くの場合は大人が陥りがちな愚かさや孤独、弱さがより強調されたエピソードが目立つぜ。こうした設定の背景として、格差社会や死の運命、時間の流れなどが持つ不条理さを描いているわ。また、人間による植民地支配や奴隷制、独裁国家の歴史を下地にした描写も多く見られるほか、一部の総話で公害やゴミ問題など、人間社会の負の部分を取り上げた描写も見られたぜ。エメラルダスやハーロックなど、他の松本作品のキャラクターが登場するエピソードもありますが、彼らが前線で目立った活躍を見せていた劇場版に比べると、テレビアニメ版ではエメラルダスは代理が乗っ取りを図っており、ハーロックは偽物が羽振りを利かせているといった状況で、直接戦闘にも加わらないなど、いずれもほぼ原作に準じた描写となっているわ。主な登場人物。ナレーターは高木仁で、原作でいうところのキャラクターの心中や状況説明などに使用される巻紙の役回りであるぜ。星野、鉄郎。声、野沢雅子。主人公、永遠の命を求めてメーテルと共に、39号で旅をする少年。年齢は10歳。メーテル、声、池田雅子。ヒロイン、第1話から登場。鉄郎と共に39号で旅をする謎の美女。車掌、声、気持ち聞かれた。39号の車掌、テレビ版では第2話で初登場。以後ほぼ全ての回に登場しますが、第80、81、97話など登場しない回もあるわ。ただし、エンドロールのクレジットでは、
車掌と担当声優の肝付けの名前がクレジットされている。また肝付きは、一部スペシャル番組を除いたテレビ版の、すべての回の次回予告を担当し、車掌以外にも、ワンシーンのみ登場する男性キャラクターの声として、たびたび登場しているぜ。鉄郎の母、星野かなえ。声、坪井明子。第1話で機械伯爵に打たれ、鉄郎と死別しますが、その後も鉄郎の回想などを通じてたびたび登場するわ。原作と映画1作目においては、機械伯爵によって剥製にされていますが、テレビ版では剥製にはされていないぜ。原作、アニメともに劇中でかなえという名前は出てきませんが、銀河鉄道99パーフェクトブックなどの関連書籍で、この名前を確認できるわ。また坪井はこの他に、第37話でジミー役、第52話でアルテミスの母親役も演じているぜ。プロメシウム、声、木の宮、涼子。物語終盤の鍵を握る人物であり、メーテルの母。テレビ版では第108話マカロニグラタンの崩壊で初登場。機関車、C62 型50号機。声、戸谷浩二、から第8話、第50話から最終話。山田俊二、第14から45話までの一時期。現、キートン山田。39号の機関車コンピューター、人工知能。機関車、や C62 型の愛称、C62と呼ばれるぜ。時折、車掌と口喧嘩をする、原作及び劇場版での機関車は、実際に存在した C62 型の、48号機でありますが、テレビ版のみ架空の50号機となっているわ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は、松本零士さん原作の銀河鉄道99を解説しましたが、いかがでしたか。主に、テレビアニメ第1作についての解説でしたが、楽しんでいただきましたか？原作、劇場版、テレビと、作品によって若干内容が違うみたいだから、ごっちゃになりそうよね。なお、セリフと画像が違うまたは、他作品の画像の場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。また新たな情報など入りましたら再度解説しますね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。